政策や理念の一致これも重要ですよでも何でもかんでも一致だ一致だって言ってちょっと考え方が合わなかったら政党から掘り出すようなねそんな懐の狭いようなことやってて政治なんかできませんってこんなのそんなことやってたら嫁と2日で離婚ですよそんなのやっぱり懐深くねほらね 全く真逆の考え方、絶対無理だっていうんだったら、一緒になったら野合ですよ、僕は酢豚の,の,のパイナップルとね、共産党だけは大嫌いなんですよ、だからどう考えてもね、共産党とは一緒にはできませんよ、でも、石原代表とは考え方は違う、違うけれども、まあなんとかなるかなという範囲であれば、それは、ね、二大政党制なんでしょう、日本というのは。 日本国民1億2000万人、有権者7000万人、8000万人をですよ、2つのグループに分けて、完全一致のグループなんかできるわけないんですよ。大雑把に2つに分けるんです。これが二大正当性。あとは大雑把の中でもね、あまりにも幅が広すぎたら野合になる。どこまでの範囲で集まるかってことを考えるのがね、国会議員の役割なんですよ。これが政治家の役割。それぐらいのことをやらないとね、 りゃんんなも理念だ政策だ野党再編についての考え方が違うから出ていけなんてやってたのねあっという間に一人ぼっちになってしまいますよそんなのいつの間にかね一人の党になってしまいますよそんなのは僕は別に他のどこの党のこと言ってるわけじゃないんですよ